まず角膜っていうのは生体膜の一つなんだけど、形がね、生物基礎の教科書ではまん丸で描かれるんだけど、実はこれ正確ではなくて、実は角膜ってこんな風にね、二重の膜でできてるので、しかもね、その膜本当はね、こんな風にふやけてるのね。ね、本当はこっちもこうやってふやけてるね、こんな風にふやけてるのね。で、この中に染色体みたいなのがあるわけで、このふやけた膜の上にこんな風にブツブツがいっぱい取り付いてて、これ実はね、リボソームなんですね。フラフラしてるリボソームもいるんだけど、こんな風に角膜のふやけた部分に取り付くリボソームもいるんですね。この角膜のふやけた部分、角膜のふやけてる部分、ふにゃふにゃーって外に出ちゃった部分を小胞体と言います。小胞を作るものだから小胞体です。で、こんな風にリボソームがいっぱい取り付いてる部分の小胞体を素面小胞体、全然リボソームが取り付いてないところを活面小胞体って言います。で、どんなことしてるかっていうと、このリボソームっていうのはタンパク質を作る工場なんですね。内側にタンパク質を作って、小胞体の中に内側にどん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 生産していきます、タンパク質を。で、小胞体は、小胞ってね、生物用語であぶくのことね、あぶく、袋のこと。小胞体はそのタンパク質を袋に包んで、こんな風な、なんていうの、プレゼントボックスね、プレゼントボックス、小胞、泡の中に、こうやってタンパク質を詰めて、ふわふわふわって、外に出すことが仕事なんだ。それで、このふわふわふわってプレゼントボックスは、ゴルジ体っていう、こんな風に平べったい扁平な袋が積み重なったような形をしてるけど、ゴルジ体に入って、ここはね、荷物の名札を貼ったりする場所なのね。どこどこ行きとか、はい、じゃあ君は細胞が分泌するとか、そういうふうな方向付けをしてるんだね。で、ゴルジ体を通ってやがて細胞の、外に出るやつはこうやって外に、タンパク質が分泌されていくわけです。エキソサイトーシスって言います。このアブクがふわふわふわって細胞膜と接して、細胞膜とこうやって接して、やがて細胞膜と一緒になってこう、中身が外に出るっていうね、1,2,3 って感じね。膜同士がくっついて、ふわーって中身が出る感じ、ね。これをエキソサイトーシスっていう仕組みです。開口分泌。口が開いてふわーって分泌するから開口分泌。エキソサイトーシスって言います。こんな風なね、物質の作られてから輸送される流れもね、チェックしておきましょう。